こんにちは。今日は2019年8月の8日、佐渡島は涼しかった。いや、少なくともここと比べればマシだったんですが、もう灼熱の地獄です。辛い。列車で、涼しいところに逃げようと思います。そんなところが存在するならばですが、ここは新潟県上越市、かつての信越本線直越駅です。今回は北海道東日本パスの旅ということで、一応ある程度ここら辺まではやってるんですが、北海道で買ったやつまだ使えますんでね、 JR 東日本北海道全線乗り放題なんですよ。で、私高校の時にそういうんでね、ここから長野に住んでる友達の家まで直越駅から乗ってったんですけど、その時は JR だったんですが、高校2年のですね、終わりぐらいの時に北陸新幹線というのができまして、それでその関係でね、在来線はもう儲かんないからこのままいらんわって、JR はもうポイゴミにしたんですね。で、さすがにそれで全部捨ててしまうと困るということで、地元自治体が出資した第三セクターで今も運営は続けられてるんですが、つまり JR じゃないんですよ。で、 JR じゃなくなると JR 用の切符使えないじゃないですか。だから別にお金払わなきゃいけないんですね。それでもね、それぞれ、新潟県、長野県が、自分で出資をして鉄道をちゃんと維持してくれているからこそ、この直越から新潟まで列車で移動することができるわけでして、でそのことに感謝しなければいけません。まあ、実を言うと列車で移動すると1500円かかるんで、なんかもっと安く移動する方法ないかなとか思ったらないですね、そんなものは。上越市の特産だと公式に認められているそうです。サンドパン、大正15年からずっとやってるそうですが、ポケモンのサンドパンっているんですよね。妙高高原まで各駅に停まります。途中の南高田北新井駅では、後ろの車両のドアは開きません。降りの階段、前の車両、予定の確定が難航しておりましたので、今ようやくですね、本日の予定を皆さんにご紹介できます。先ほど佐渡汽船で直越に到着しました。それからかつて信越本線として使われていた今乗っている越後ときめき鉄道、これの途中の駅関山駅で降りて燕温泉という素晴らしい温泉地に行こうと思います。その後は妙高高原を越えて長野県に入り、長野市を経由、最終的には長野県松本市に至る予定です。ところで、まもなく列車が到着する日本木駅は全国でも珍しいスイッチバックの駅です。うちのチャンネルではもう何度も何度もご紹介しているんですが、駅に列車は普通に停車することはできません。駅はあそこにあるんですけど、どうやっても止まりませんよね。駅の脇をかすめて走るような不思議な経由の仕方です。わかると思うんですが、これから行き先を前後切り替えてバックをして駅に進入するというわけです。まるで自分がこの列車を操っているみたいです。これがこんな風になっている理由は、この脇ですが、急な坂道になっているの分かりますかね。これ列車にとっては大変急な坂道なんですが、この辺りは急すぎて全く平らな場所がなかったので、このように無理やり列車を水平に止めておける平らな場所まで入れるようにスイッチバックの構造としたわけです。次の関山駅が私の降りる駅ですが、関山駅もかつてはこのような構造でした。現在はこうする必要はないということで、線路の形も改められています。運転席には誰もいないのに列車前に走る、なかなかこういう光景を見ることはできません。直越からここに着くまでの間に予定を2点3点何度も変更して、そして最終的に関山で降りる判断をしました。それはその天候からです。目の前に妙高山、この辺りのシンボルの山があって、佐渡はすごく晴れていたんですが、ここはこのように曇っています。妙高山も、存在するのはわかるんですけれど、ちょっとよく見えるという感じではありません。じゃあ温泉だなと思ってこの関山駅にしたのでした。この妙高市は本当に数多くの名所がありますが、なかなか駅から歩いていけるようなところはありません。この赤倉温泉、冬はスキーで大量のお客さんを集めます。池の平温泉には近くに綺麗な池もあります。この杉の沢温泉ってのはごめん知らない。妙高温泉はですね、そんなにないんですけど、妙高高原駅の近く、歩いて 2,30 分ぐらいのところにある、割と便利な温泉地。関温泉もこんな感じ、色がついている温泉地で、私が燕温泉は一番下に書いてありますが、白い濁り湯が出ることで知られています。またアパリゾート上越妙高、アパホテルグループのね、アパの、リゾートホテルがあるんですけども、こういう風にですね、夜になるとイルミネーションをしまして、これがまたデートなどで来る人には大変人気だそうです。バスの本数は極めて少ないものの、たまたま今日の日程と完璧に適合しました。ちなみに気温ですが、やはり高原というだけあって少し低いように思います。少なくとも直越と比べればもう天と地です。
やー来てよかったけどびっくりした。こんなに秘境だとは知らなかった。遥か下に見えますよ。というか見えないな。あの多分この辺の下の方に霞んで私のいたところとかが見えるんじゃないかなって感じですが、25分といってもね、トヨタのハイエースがバスでして、これでバンバン登ってきましたんで、通常のバスの25分とは進む距離が違います。お客さんは私一人だけ、市営バスですから500円。この燕温泉は湯量も大変豊富と見えて、何かここにこう流れてますけど、バッチリ温泉温かい。ペロッと舐めてみましょう。うん、なんか独特のちょっとしょっぱいな。この旅館花文さんの足湯、足湯治、白い濁り湯です。目的地はこの黄金の湯、バス停から歩いて5分から10分はかかりませんね。それぐらいの距離です。この燕温泉に来た理由は実は安かったからです。今回の行程の途上にある数多くの温泉地のうち、おそらく一番安く行かれるのがこの燕温泉だと思います。本当は赤倉温泉の方がアクセスにかかるお金が760円、対してこの燕温泉は今回の私の場合1100円かかっていますので、420円燕温泉の方が高いんですけども、それはね、温泉がこのようにタダだからです。でもこれタダならいいんですが、成分があまりにも濃すぎまして、いやちょっとやばかったですよ。もう最初入るときにね、氷の上を滑るかのような感じでズルズルズルとこうこの中にこう普通に真っ逆さまに転落しましたんで、膝の上をすりむきました。まあすりむきましたけども、出来たての傷をですね、直ちに温泉で癒すという贅沢を今しているところでして、まあまだちょっとあれですけどね、でもまあ多分すぐに、傷も止まるんで、まあ少なくとも消毒の効果はあるんじゃないかなと思います。アブがブンブン。ちょっとね、こういう野天風呂、野湯とか野湯、野湯とかいろんな言い方がありますけれど、怖いところでもありますが、まあ、ともかく素晴らしい温泉ですね。それはまあ見りゃわかるかと思います。ちなみに男湯と女湯と一応ここは分かれておりますが、もう一箇所ありますんでね、そっちも入ってみようと思います。タオル、この間佐竹くん家に泊まった時忘れてきてしまいましたので買うことになってしまいました。350円、しかしまあ売ってくれてるだけよかった。ほんとすごくいいお湯ですよね。こういったものがそこら中から湧いております。下からこう湧き上がるの分かりますかね。これ湯の花みたいなのがもわーっとこう上に上がってるんですけど、みたいなものというか湯の花です。お湯の温度もそれほど高くはなく、長湯するにもちょうどいいようです。ただしアブが出ます。こんな絵に描いたような素晴らしい温泉ってあります？岩風呂ですよ。今日朝猿ヶ島に行ったんですよね。であっちで、金山の見物もして、それでその後は妙高の、温泉入って、いや贅沢な一日ですよ。ちょっとただ予算オーバー気味なんですけどね。でもう完全に隠れちゃいましたけど、これはもう妙高山の登山道の入り口、そのすぐ脇にあるんですね。滝もあるってんでちょっと見ていきましょう。すぐ着きますよ。立派じゃないですか。なんだこの燕温泉ってとこは、天国か何かかな。金の問題さえ許せばここで2泊ぐらいしたかったですよ。でこの遥か下方の川沿いにもまた別の露天風呂があるのだそうで、そちらはなお素晴らしいそうです。いや下山の道のりも最高だな。登山してるみたいですけど、これ駅から本当に500円往復1000円しか払ってないですからね。おそらくですが温泉街はこれで全部だと思います。素晴らしい温泉に小規模に、しかしちゃんと温泉旅館や、古い土産物屋さんなどが密集していて、呼ぶとおばあさんとか出てきてね、はいどうぞ、こういう風にいろいろ売ってくれます。さてもう一箇所はこんな感じ、崖っぷちを行きます。まあそんなにきつい崖っぷちじゃないけどね。また素晴らしい日本の観光地を一つ発見してしまいましたよ。で歩いたら吊り橋あったんですけど、その下をですねこういう風に踏みしめながら越えて、なんか思ったよりすごいところまで来たぞ。落ちたら怪我だからな、滑らないように慎重に。はい着きました、河原の湯。なんつかねこれは、お目にかかってくるハエが、ハエってなんか目に来るやついるんですよね。目のタンパク質を狙ってるそうですけど、これ気をつけた方がいいやつらしいですが、ともかく、あークマとかいないだろうな。ああ素晴らしい、神かな。あこっちはそんなヌルヌルしてないけど、でも結構してんな。ちょっと気をつけよう入る前に。いやいいね、
こんなんまであってさ、来るのが大変かって言ったらそうでもないわけですよ。500円ぽっち払ってね、でバスに乗ってこう来れば、まあ今回のあれで500円使ったんで、ここに来たおかげで赤字になってるんですけど、ここ来て赤字になってるならいいわ、まあ明日明後日節約しましょうね。もう例の500円バスが絶対赤字なんでね、ちょっとこれは例外規定ですから2000入れとこ。ここへ来てタオルだけ使ってね、それでタオルが350円だったら、まあちょっと高いですけど、350円でタオル買ってそんだけで帰るってんじゃちょっと燕温泉に悪いですよ。まあ、あとここで私が2000円あん中に突っ込むほどにここの価値が素晴らしいのだということを視聴者の皆さんにおすすめしたいという意味でも2000円をこの中に投げ込みました。ここにあれもありますね、脱衣所。すごいね、アブがブンブン今襲い来るんですよ。だからこういう入り方しかできなくて、本当は髪の毛をねお湯につけちゃいけないってのは私は分かってるんですけど、ちょっと全身をつけさせてもらってますが、まあ映っちゃいけないようなところは何も映らないですね。いいですねこれ。死んでもらおう。死ね。あ、生き返った。嘘。ジャンプした。なんだくそ。まあもう一度襲ってこないならいいや。こっちから攻撃すると逆に向こうからこっちへ攻めてきたりしないかなっていうのがすごい心配なんですけど、元気でやってくれるなら何よりです。本当に素晴らしい温泉ですねこれは。こういうところに来るのは当たり前なんですけど、まあ、基本的に落ちるとムズムズすると思ったら自分のこれ紐でしたけどね、基本的に自己責任なんですけど、まあ、なんか命を落としてくる価値もあるかなって感じですね。まあ、自己責任が究極的に言えば命の保証はされないわけでして、死んだら、あなたのせいですよ。まあそういうことですね。よし上がろう。ああいう成分の濃い温泉だと上がった後も体に硫黄成分が付着して、でその日夜寝るときなんかね、体から硫黄の香りがこう感じられるんですね。それが温泉のお土産みたいな感じでいいと思います。この話何回かしてますけど、ああいったタイプのものを野湯と呼ぶそうですが、要するに勝手にお湯が湧いてきているのはあそこに溜めておくというものです。まあ、もっと究極的なやつだよね。本当に勝手に湧いてきたのがたまたま地形のくぼみに溜まってそこに入るみたいな、そういうところも、まあ、私も行ったことありますけども、でもあのレベルになればもう相当ですね。なかなかあんなのありませんよ。しかも最高のお湯が湧き出ています。これはあさっての伏線ですけれども、あそこに建物がある、こういうのが、ね、見えると街が見えるな、安心するもんです。結構こういうところ一人で歩いていくのは心細いですからね。崩れたら死んでしまうだろうし、いやーよかった、最高だった。全部混浴でしたけどね。いや違う、黄金の湯って最初に入った方は男女分かれてるんだけど、河原の湯の方は混浴なんですが、まあ、しかし白いですから女性も入ってしまえば見えないのかなと思います。まあ私女性の混浴に入る気持ち分かんないですけどね、これ次のバスは18時3分、あと20分ちょっと、まあいい頃合いですね。下界はやっぱり暑いし、お腹も減った。これ飲んでいいですかね。飲んでダメっていう人はいないだろうけど、飲むとその分金がなくなんだ。でも150円なら大丈夫だ、大丈夫ですね本当にね。まあ今日も予算はあるはずなんだけど、佐渡島の関連でバンバン使いすぎてしまったっていうだけなんですよね。ちゃった。うお、水が上からドバドバドバッと出てる。なんだこれ。いやさっきまで世の中が暑いということも忘れて、なんとも平和ボケした温泉旅行になりました。関山から妙高高原まで一息登っただけで随分涼しくなったと同時に冷や汗、これまずい。今日の18時に出した、動画なんですけども、いつもね出した最初の時間で、まあ8000から1万ぐらい再生されてるんですけども、今日はその半分の、4000ぐらいしか再生されていないという計算です。でこのままでいくと、明日はですね、今日7000円でしたけれども、まあ、おそらく5000円ぐらいになるのではないかと思われるんですが、